ればわかるだろ。ガキではない。ガキではないと言ったのだ。知らん。シグマ。私だってないさ。おそらくな。知らんわ。知らないはずだが、知っているのだ。うるさい。黙れクソじじい。とにかくわからんのだ。わからんのだが、わかったのだ。ただなんとなくお前の名前がシグマなのではないかと。そんなことよりもこれ、なんだと思う？左の手首にはめられた、この腕輪のことだ。ほら、お前の手首にもあるだろう？同じものが。目覚めた時にはすでにはめられていた。だが何の装置なのかがわからない。うん。数字の3と、ペアという文字しか表示されていないからな。何をしている？無駄だ。お前が眠っている間に私も試してみた。だがきっちりと締め付けるようにはめられていて、どうにも、留め金のようなものもついていないしな。適当に押してみたがダメだった。無反応だ。
ニターに何か映っている。やあ、目覚めの気分はどう？僕の名前はゼロ三世、この国の王様だよ。ネズミ？聞きたいことはたくさんあると思う。だけどまあ、こん中で出ながら話をするのもなんだし。早速だけど、君たちにはゲームをしてもらおうと思ってる。名付けて。ノナリーゲーム！アンビデックスエディション。詳しいことはそこを出たら教えてあげるよ。それじゃ待ってるからね。ああ、そうそう、大事なこと言い忘れてた。今君たちが乗ってるエレベーター、しばらくしたら自動的に墜落するようになってるから。まあ先生急ぐことだね。じゃあまた後で。ハブはナイストリック。あ、なるほど。トリップとトリックをかけたのか。指図されるまでもない。了解だ。